ああ、素晴らしき生誕祭の夜。エアリー、君の顔を見るたび、あの夜の感動が蘇ってくるよ。星々と花火の光が見つめる中、僕が決意を言葉に乗せ、そっと君に伝えたあの夜を。ちょっといい？ん？あら？誰かしら？遊撃士協会の者よ。あなた、アルムさんでしょ？掲示板の依頼を見たわよ。わあ！来てくれたのかい？ありがとう。ずっと待ってたんだよ。よかったわね、アルム。私、とっても嬉しい。ああ、エアリー。君の心は、どうしてそんなにも美しいんだい？今、君を苦しめているのは、この僕だっていうのに。それは言わないで、アルム。あなたが辛いってことは、私が一番よくわかってるわ。あの夜約束したでしょ？どんな時も、あなたと私。二人で手を携えて、精一杯に生きていこうと。ああ、愛してるよ、エアリー。私もよ、アルム。何か依頼があるんじゃなかったの？あ、そうよ、依頼だわ。実は、僕らの将来に関わる大事件が起きてしまってたんだ。すぐ調べてほしいんだけど、引き受けてもらえるかな？あ、うん、問題ないわよ。本当かい？ありがとう。ありがとう、遊撃士さん。よかったわね、アルム。私、とっても嬉しい。ああ、エアリー。なんだって君の心は、そんなにも美しいんだい？ああ、アルム。で、依頼の話なんですけど。これは失敬。では、その話をさせてもらうよ。ええ、できれば簡潔にね。頼みたいのは他でもない。僕らの婚約指輪の捜索さ。貯金をはたいて上等なリングを用意したのに。あの子憎らしいカラスにかすめ取られてしまったんだ。カラス？カラスというと、あの鳥の？あのカーと鳴くやつさ。あいつが僕たちの指輪をくわえて逃げたんだよ。確かにカラスには光るものを集める習性があるわ。指輪ともなればさぞかしお気に召すことでしょうね。ってことは今頃指輪はどっかの巣の中にあるはずよね。その指輪を見つけてこいってこと？うん。大変な頼みだってのはこっちも百も承知さ。それでも何とかして見つけてもらいたいんだ。もちろんそうしてあげたいけど、今わかってる情報だけじゃ見つけ出すのは厳しいわね。もう少し手がかりはない？ああ、巣の場所の見当ならついてるよ。多分ロレントの北にあるはずさ。あいつはマルガ山道の方に逃げていったからね。もっとも霧が出てきちゃって追いかけるどころじゃなかったけど。なるほどね。巣は多分北の方か。参考にさせてもらうわ。ともかく
巣のありそうな高い場所を調べるしかないわね。ふん、そうする以外にないね。はあ、なかなかどうして骨の折れる仕事になりそうだ。もうギルドの他に頼るところがないんだ。どうかくれぐれもよろしくお願いするよ。皆さんだけが希望なの。なんとか見つけてちょうだいね。うん、頑張ってみるわ。では何か分かったらまた報告に来るわ。期待して待ってるよ。頑張ってね。
だまだいけるわ。
お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。美酒ってやつだな。
こずらせて。やれやれ、手こずらせてくれる。
Thank you.
ここにいた鳥、カラスだったわね。うん、そうみたいだったけど、それがどうかし、あ、まさかこの指輪、アルムさんの？可能性はあるわね。町へ戻ったら本人に確認してみましょう。うん、了解よ。僕の可愛いエアリー、街を包む霧のように僕は君にベッタベタさ。まだやってたのね。ん？あら、遊撃士さん。ひょっとして指輪が見つかったのかい？ええ、条件に合う指輪をなんとか見つけてきたわ。とは言ってもまだ目的の品とは限らないけど。そんなわけで確認をお願いしたいんだ。アルムさん、ちょっとこの指輪を見てくれない？うん、構わな。その指輪、僕らの婚約指輪だよ。本当に？あの間違いありませんか？間違いないよ。これは僕たちの指輪さ。ああ、女神よ、御心に感謝いたします。よかった、持って帰ってきた甲斐があったわ。へえ、やれやれってところだな。まさかあんな場所で見つかるとは思わなかったぞ。まったくよね。町の人が探してる指輪が塔の屋上にあるなんて。まず指輪をお返ししなきゃいけないわね。ありがとう。なんか感無量だよ。遊撃士さんを信じて待っててよかったわ。いえいえ、どういたしまして。
もうすぐご結婚の予定なのかしら。どうぞお幸せにね。ポン、ありがとう。なんだか照れちゃうわ。誰かに祝福されるなんて。なら早くなれなくちゃね。これからの僕らの人生はきっと祝福に満ちているから。ああ、あれね。エアリー。はあ、まさに恋は盲目だな。お邪魔するのもなんだし、ここはさっさと引き上げましょう。それに限るわね。それじゃあ私たちはこれで。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。
お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。何か依頼を達成したらまた報告に来てちょうだい。